アラメさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、折り紙ペイで50円&200円オフのクーポンをコンビニでお得に使うキャンペーンということで、今回は折り紙ペイでお得なクーポンが配信されましたのでお伝えをさせていただきたいと思います。それでは早速進めていきたいと思うんですけども、すでに折り紙ペイのアプリを入れている方であれば、すでに50円のオフのクーポンについてはメッセージ欄で届いているかと思いますのでご確認してみてください。で、もう一つの200円オフのクーポンのもらい方なんですが、今回はこちらのスマートニュースというアプリを経由してニュースします。もらい方はめちゃめちゃ簡単なんですが、まずは iPhone でしたら App Store からスマートニュースのアプリをインストールします。そしてこの画面が出てきたら、そこから上のタブのクーポンというところを選んでいただくと、200円引きのクーポンの画面が表示されるので、そこをタップ。この画面が表示されると、クーポンを使うというところをタップして、こちらをクリックしてクーポンを取得っていうところをタップすれば、これで完了です。実際のクーポンの使い方なんですけども、折り紙ペイのアプリを開いたら、クーポンをタップ、折り紙ペイクーポンを選択、下のクーポンを使用してお支払いをタップして、そしたらクーポンがここに選択されている状態なので、これでコードを表示して完了ということですね。対象店舗なんですけども、セイコーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソンの4社ということですね。このクーポンの取得可能期間なんですけども、5月の20日もうすでに始まってます。で、2019年の5月の30日23時59分までということなので、まだの方は早めに取得をしておいてください。で、そしてこのクーポンの使用可能な期限なんですけども、6月の30日までということなので、まあ来月いっぱいは使えるんですけども、たまに取り忘れちゃうってこともあるので、早めに取っておいてください。そして今回の注意点ですね。今回はご覧の通り、50円オフっていうのは税込み100円以上のお支払いで利用可能ということで、200円オフのクーポンに関しては税込み210円以上のお支払いでご利用可能ということなので、この2つを気をつけていただくのと、あともう1つ、どちらもお一人様1枚まで取得可能ということなので、そして1回しか使えないので、ここは気をつけてください。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。折り紙ペイで200円オフと50円オフのクーポンについてお話をさせていただきました。そしたらこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、あとはツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。